神戸に行ってきます。神戸に行ってきまーす。神戸といえば恋の魔法さ。そうです。舞台ですよね。はい、六甲アイランド行ってみたいと思います。行ってきまーす。晴れております。いい天気になったね、今日も。そしてかけました。楽しい一日にしましょう。しましょう。六甲アイランド到着です。はい、恋は魔法さしちゃう。舞台のところにやっと来れたよ。左方向、きっと恋は魔法さんの主人公も車で埠頭に行ってるわけやから、この道通ってんのよ。うん、ここね、ちょっとね、埠頭とかね行ってみて意味を眺めてみたいなと思うわけですよ。六甲アイランドに着きました。はい、本当に工場地帯っていうか、そうね、中の方まで行けば住宅地とかがあったりとか、うん、あと海の方に行けばでっかい公園とかがあんねんけど、うん、曲みたいに車で埠頭の方まで行ってっていうようなところは多分今の六甲アイランドには多分ないとは思うねんけどね。あー、なるほどね、入れないんだ。浜田省吾さんの恋は魔法さの歌の主人公が、うん、どこで車を止めてっていうのはちょっとわからないんですけど、うん、夜景が綺麗だねって言ってるから、北側のこの辺りか、それかポートアイランドとか、うん、ポートライナーとかが見える西側のどこかかなとは思うんやけどね、うんうん、そしたら神戸の街の夜景がね多分綺麗に見えんだよね。そうですね。ちなみに今、夕方ぐらいなんですけど、六甲アイランドの北の方から見た様子がこんな感じですね。なるほど、ちょっと行ってみましょう。多分夜やったら夜景が光が出ますよね、うん、道の方ね。六甲アイランドには今愛は立っている。ロックアイランドをぐるーっとちょっと一周してみたいと思います。歌のね、場所を知るっていうだけでもね、あ、こういうとこなんやなって思うだけで歌の世界観が広がるよね。そうですよね。東側ですね。東側、ほら人がこういう荷物とかもね、覆われてて入り込みはしない。あまり観光客の来る場所ではないかもしれんからね、住宅地とかでやったりとか工業地帯とかやから。なるほど。ポートアイランドっていうよりは、あの六甲アイランドって言った方がなんか言葉の響きとして、うん、ポートアイランド、まあ怖いは怖いでね。神戸の人にとったらよく行ったりとかする場所ではあるけど、六甲アイランドってなんかその日本語と英語の組み合わせがね、なんかいいよね。おしゃれな、うん、ちょっとどこに出るかわからんけど一回こっちに行ってみようか。はい。
れ来れる最南端はこの辺ですね。なるほど。ここやね。ここは駐車はできひんねんけど。うん。本当だ、あっち海だ。ドッグアイランドの公園の方とか海の方散策してみましょう。直接にはね、あの浜田省吾さんのその恋は魔法さに関わる場所ではないかもしれないけど、うん、多分ドッグアイランドって言えばこういう場所っていうようなね、はい、そういう綺麗な場所だと思うからね。でね、最大料金がね400円。安っ。晴れてるね、今日一日、嬉しい。すごい気持ちいい。元気かね。元気やな。いいです。はい。みんな海見に来てる。うん、すごい、海見るの久しぶりじゃない？あ、飛行機雲を見て。すごい広々としてるね。でもこういうとこに来てるんだったら歌結構いい感じだね。うん、あっちだと本当にねちょっと工場地帯よね。工場地帯だからね。車はここまで入ってこられへんけど、雰囲気的にはこういうとこかもね。イメージとしては、イメージとしてはこういう方が ね、ロマンチックだね。うん、あ、奥の方にもね、神戸の様子があるね。海に見てて振り返ったら彼女本音とか座ってるんだよ。夜景が綺麗ね言われたらこっちやな。夜景、地元の夜景とか見て、夜景が綺麗ね言われたら恋の人やな。ロマンチックやな。ここだったら結構そういい感じかもっていうね。そうだから、みんなももしその恋は魔法さんの舞台行こうと思ったら、うん、あっちだけだとちょっと、そうそう、寂しいからね。あまりにも向上すぎるからこっち来た方がいいかもしれない。あっちももちろん見て、うん、こういう感じのところで不当とか、あ、不当の感じなんか無骨な不当やねとか思ったりとかしつつあとこっち側のね広場海があったり、カップルも結構来てらっしゃるね。やっぱこの辺の方が歌の雰囲気に合ってるのかなと思います、うん、というわけでね、場所も無事見えたとしたというところで一応ぐるっと回った、ね、そうね、ぐるっと回った、うん、やっぱりね、あの埠頭まで、あの本当端っこの端っこまで車で行けるっていうのが、うん、以前は分からへんけど、うん、とりあえず今はあのそういうのがないということでね。そうですね、うん、で今の段階の恋は魔法さんの舞台はこういう感じになってますよっていう、なのでぜひあの紅葉地帯を見たらこちらの方にも来ていただいてご夫婦だったりカップルだったり、うん、夜景とか夜になったら綺麗になるからね、多分またそうだね、また雰囲気がだいぶ違って綺麗なのかもしれない。これはちょっと4時もあるのでちょっと夜まで入れないのが残念なんですけどぜひあの夜に行ったら皆さん写真とか送ってくださいぜひ。というわけでね、一旦ちょっとここ離れたいと思います。はい。めちゃくちゃ美味しい。うん、なんて例えてんか分からへんけど美味しい。
戻ってきました。寒い。